サンピーでーす。誰やん。サンピーです。今ね、アパスポロックサイズっていうところにいてます。ここはどんな場所かっていうと、不法占拠してる場所です。見えへんよな。でも普通に街に見えるけど、普通の街しか見えへんよな。でもここのちょっと向こう行ったところとかは立ち退きとかされて、家ポーンってなくなってんの。でもしかしたらここも立ち退きもうすぐかもしれへんって言われているような場所です。で今日はね、何するかっていうと、今から美女を探し出してクリスマスプレゼントを渡そうと思います。今からね、美女探し出して欲しいもの聞くんですけど、すぐに欲しいもの渡すわけじゃなくて、夜にリアルサンタの格好してその引き出したものを持っていくっていうドッキリです。これはめちゃくちゃ喜ぶと思うね。いきなり通りすがりのおっさんに欲しいもん何って聞かれて、答えたらリアルサンタの格好して持ってきてくれるねん。こんなパパ活超えたようなドッキリないと思う、ね、響き悪いけどで、なんでこの企画やろうと思ったかというと、実は最高のタイミングで案件がやってきました。案件が来たということは案件費がもらえる、案件費がもらえるということは誰かの夢を叶えます。でもし使い切れんかったら自分の欲望のために使おうと思います。まあ本来は自分の欲望のために使うもんやと思うね、案件費って。でも今回は俺は誰かのために使うから、これはこれ最高やと思う。余ったら自分の欲望のため、まあ夜系とかでね。ということで今から最高の企画やるんですが、その前に今回案件いただいたエクスプレス VPN さんの紹介を先にしたいと思います。はい、サンピーに代わってサンタクロースでーす。実は今フィンランドではなくてフィリピンにいてます。生きできへんわこれ。はい、今回紹介するのはエクスプレス VPN。 ピクピーチャンネルの視聴者さん、留学や観光でフィリピンに来る人多いと思います。で、たまに DM で言われんねん、フィリピン着いてから Amazon プライムが見られへん、ネットフリックスが日本のコンテンツと違うとか、まあ、正直それ俺に言われてもって感じちゃってんけど、まあ、俺は見れてるから今回特別に教えようと思います。なんで見れてるかっていうと、エクスプレス VPN 使ってるからです。この VPN を使うと IP アドレスを変更できます。 IP アドレスを変更することで Amazon プライムが視聴可能になって、さらに Netflix のコンテンツも日本と同じものが見れます。で、逆に日本にいる人はイギリスなどのサーバーに接続すると、日本ではミリアンジブリ作品などのたくさんのコンテンツを見ることができます。で、あと絶対にみんな知っといた方がいいことがある。海外のカフェにあるフリー Wi-Fi、 あれみんな繋いでるよな。実はめちゃくちゃ危なくて、 SNS のログイン情報とかクレジットカードの情報、同じフリー Wi-Fi に接続してる人やったら簡単に盗めます。俺は用盗まんけど。だから VPN を使うことでデバイスとインターネットのトラフィックを 100% 暗号化してくれるから、安心してフリー Wi-Fi 使うことができるっていう感じで、フィリピンだけに限らず海外に行く人にはおすすめのアプリで、今やったら12ヶ月プラン購入で3ヶ月分無料になります。詳細は概要欄に載せてるからみんなチェックしてや。ということで今からサンピーに切り替わります。ハッピーメリークリスマス。はい、という感じでね、今からね、美女を探し出して欲しいものを聞き出して、そして美女の夢を叶えてこようと思います。ハッピーメリークリスマス。シャーということでね、今から美女を探そうと思うんですけど、多分ね、歩いてたらね、めちゃくちゃ子供寄ってくると思う。だから俺持ってきました、これ。まずこの中身、気になってる方すごい多いと思います。何が入ってるか、飴が200個入ってます。ほんまに子供たち絶対この格好見たら寄ってくるの分かってるから、ちょうだいちょうだいって言ってくると思うから、もう飴を持ってきました。ということで、もし子供来たらこれあげて、ほんで美女探していこうと思います。ハッピーメリークリスマス。なんかテンション低くなる。ハッピーメリークリスマス。ハッピーメリークリスマス。はい。あ、もらう。フービーリーブサンタクロース。おお。オッケーオッケー。じゃあちっちゃい子からようか。はい。メリークリスマス。メリークリスマス。わお。メリークリスマス。かわいいな。メリークリスマス。わお。はい。メリークリ。メリークリスマス。オッケー。
200個用意してるけど、うん、多すぎた。そうやね。はい、ということでね、今ね、子供たちに夢と希望と飴与えられたと思うんで、次、美女探しに行こうと思います。夢と希望は与えられてないな。じゃあ、ちょっと行こうか、探しに。犬に飴与えても無理やな。ドラクエみたいに近づいてくれんか。仲間になる。すれ違う人たちに配っていこう。ああ、なるほどね、うん、結構いると思うから、こっち行ってみる。すごいピンク色の花瓶したおばあちゃんおる。ほら、うん、あ、I give you Happy Merry Christmas。 メリークリスマス。 More? OK。 めっちゃ欲しがる、ね、欲張り。はい、おばあちゃん多くない、この家。今、はい、ハッピーメリークリスマス。はい、You want to eat? 反応薄。薄いじゃなくて、もうなかった。あー、 Thank you so much。 あ、Why's the pen? お、メリークリスマス、メリークリスマス。おぉ、You! You, you, you! Please, please, please! Can I interview?クリスマス。今の子供ラブって書いてたし、結構良かったかも。ラブ注入したなったな。コーヒー、うまい。コーヒーベンド、何ベンド。 This way って書いてある。一回行ってみる、こっちってこと。うん、右って書いてある。こんなことにあんの。うわ、コーヒーマシンみたいな。これちょっと飲んでみたら。オッケー。お、出てきたカップ。熱っ、ホットや、めっちゃホット。これ飲むやつおるん、こんな熱いところで。でもね、香りめっちゃいいわ。いただきます。うまっ。これ5ペソは安いよ。んおぉー、ソーリー。ケイはケイ、イエイ。おっと、すごい。おぉー、 Do you believe Santa Clausわお、Who is the Santa Claus? Jesus Christ。 え？ Jesus Christ。 おお、Thank you, bro。 Thank you。 ついてきてるコーラ、ついてきてるコーラ。今投げたの？ Don't throw away。 OK？Do you believe Santa Claus? Yes. Wow. How many Santa Claus? Yeah. どんな質問してんねん、俺。 OK, I give you. Yeah. はい、どうもありがとうございます。 Yeah. いやちょっと思ったことがあんねんけどさ、うん、この地域さ、おばあちゃんかおっさんか子供しかおらん。確かに若い美女みたいな子全く来らへん。俺もね、まず20代とかの女性がそもそもおらん、うん、やばい、いきなりスコール、雨めっちゃ降ってた。やばい、めっちゃてか、ほんまに若い女の子来らへん、やばない。はい、今雨やんなんで、今からまたね、美女探し続行しようと思うんですけど、なかなかおらんし、普通に探してても見つからんから、聞いて連れて行ってもらう、それが一番早いと思う。今この辺にいる子供というよりはまあちょっと大人みたいな人に可愛い子を紹介して美女のいるところに連れて行ってもらおうと思います。あー、誰がああいうヒットマン。さあ、この人ちょっと聞いてみる。これさっき挙げた人だ。 I ask you a question。 OK。 Do you know beautiful girl? Of course。 Of course。 Yeah。I want to take us to the beautiful girl. Okay. Please give me a present. Present. Present? Yeah. この人先開けた人やな。多分。But I've already give you present, right? And then? Yes. Yes. But you need? I need. この人、プレゼント渡したら、カバエコの家連れて行ってくれるって。ああ、なるほど。ちなみに、how old is he?
32歳。おお、Thank you, thank you, thank you. OK. Three, I love you. I love you. どういうこと？So, let's go. OK, OK, OK. 連れてくれって。お、32歳。どんな人やろ？え、てか、やばない。Yeah. Oh, that's me. Oh. Yeah, but. Oh. Here. Here. Wow. It's 17. 17. 17歳って。マジ？32。Not 32, right? No, 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 no.I'm wrong. what's your name? Sampi. Sampi. What's your name? Hazel. Hazel. Yeah. Wow, very cute. Mm. Very beautiful. Mm. I wanted to meet you. Now you meet now. Yeah. Okay, I give you more present. Oh. Oh no, no. Too much. Too much. Can I go inside your room? Yeah. 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 Oh, in. So. No room. No room. Here inside house. No room.入り口高すぎてびっくりしたんけど、すごいよな、もう高さ。これあれじゃん、水入らへんよ、ちゃん。ああ、そういうこと。オッケー。すげえ。いやいや、シットダウン。シットダウン。シットダウン。マジで、パッと見の関西、戦後の日本の家とか、ホタルの墓とかに出てきそうな家じゃない。天井も結構低いじゃん。オンリーワンルーム？え、キャナイスインサイド？ちょっと家の中見てみたい。うん、確かに確かに。すげえ、ラジオも見て。まあ、昔の。なんかタイムスリップしたからな、家。そうだね。だってテレビもこれ見て。ほんまや、ブランカやん。ブランカ。すげえ、これキッチン。え？キッチン。あ、ほんまや。これトイレ。トイレ。うん。わ、ほんまや。おお。え？ちょっと待って、この人どこで寝てる？ Where is your sleep? アップスや。え？2階あるの？え？どこどこどこ？あ、ほんまや、階段あるわ。全然気づかんところにあるやん。オッケー？すげえ。もうほぼ90だよ。そうそう。めっちゃ揺れんねんな、動いたら。てか、めっちゃ沈む床。あ、やばい。床がすげえ沈む。キシジ君。うん。すごっ。え？え？ちょっと待って。あ、ここで寝てんねや。すげえ。なるほどね。でも天井低すぎる。頭落ちたの、うん、でこの子はあれやな、そんな高くないから全然いいけど、ね、ベリキューティ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 This is Pfizer. Pfizer? Oh. And then you? Neighbor, neighbor. Neighbor. Neighbor? Yeah, neighbor. この人は、え？ You? Towel? After bus? This is going to bus. Can I get? No. Okay. Okay. Listen. ほんま可愛いな。Very cute. Do you have boyfriend? No. No? Why?Yes, my father. Eh? My father will get angry. If you make boyfriend, your father will get angry. Yeah. そう。すごいな。そういう文化というか、まあそれは文化というか家の決まりかなんかあるんかな。だって言わない。わあ。ジャパニーズ OK? It's OK. わあ。見よけ見よけ。そうや。What do you do? I mean student?Yeah. Oh, students. Senior high school. Senior high school. ってことは中学生。Senior high school. Yeah. Senior. Senior high school 中学生じゃん。ハイスクールがだって高校やろ。ジュニアハイスクールって何やったっけ。知らん。ジュニアハイスクール。Senior. Senior. In Christmas, what are you doing? Celebrate with my family. Ah.ファミリーデイ、おお、だからクリスマスはファミリーでみんな過ごすって。ラストイヤー、サンタクロース comes to you? No. No. If サンタクロース come, what present you want?
new phone. New phone, you mean smartphone? Yeah. Wow. Because I don't have phone, this is my father's phone. You want a phone? Do you believe Santa Claus? Yes. Wow. 信じてますよ。で、欲しいものが new phone だし、これ今使ってるのがお父さんの携帯電話だし。あ、そういうことない。Father's phone, right? Yeah. Do you want to own the phone? Which brand you want? Any brand. Any brand, it's okay? Yeah. わー、でどこのブランドでもいいらしい。No. Why you want to smartphone? For my school. For my school. Study. Yeah. And contact. だから学校でも使うと。勉強にも必要やから、とりあえず欲しい、スマホが。そういうことか。Do you have a dream? Yes. What dream? I want to be a teacher. わー、もうそれはもう、たまらあかんわ。先生になってほしいって。それはもうね、ぜひなってもらいたい。いい夢持ってるね。それはちょっとぜひ応援したいと思うから、買いに行こう。うん。OK! Thank you! Thank you! Thank you for interview! Welcome! Yeah! My Japan! My Japan! OK! もう一人ちょっと夢叶えたいというか、クリスマスプレゼント渡したいなと思うけど、美女探すのむずいから、さっきインタビューした子のさ、友達とか、美女の友達って美女が多いやん。ルイは友を呼ぶっていうからさ、だからさ、その子に聞いて誰か友達おれへんって言って連れて行ってもらうのが一番早い気がするから、とりあえずもう一回ちょっとそこ戻って友達紹介してもらおう。多分めっちゃ喜ぶと思う。食いたいより揃って喜ぶで、友達なわけだから。Do you have a beautiful friend like you? I am. Please introduce me, okay? Yeah. Oh! 紹介してくれて。お、マジ。すごいな、ここ。ね、トンネルかなんか掘ってる。あー It's you. おー ちょっと待って。ごめん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 。Hi! Hi! What's your name? Diana. I'm Sampi.Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. どっちも可愛くない。見て。ね、両方可愛い。ハウルダーいい。ピッティ15歳。捕まんじゃん俺。Can I go to your house? Yes, it's okay. Really? こんな簡単に入れてくれんやな。17歳と15歳の子。お願いします。マザーに座る言われた。マジ。Okay, oh shit, なんですね。Okay. Can I ask some question? Okay? Yeah, it's okay. Wow. What do you do? I'm still do schooling, National High School. 高校生。15歳で高校生。15で高校生か。あ、そうね。高校卒業してから10年以上経ってるからもう忘れてる。Do you have a boyfriend? No, I don't have. My mother won't allow me to have boyfriend. So, really?I'm still young. I'm not allowed to have boyfriend. 結構厳しいな。さっきの言ってたよ。ほとんが怒るって。If me? If you? No. No! じゃあ聞くかも。Do you believe Santa Claus? Yeah. Wow! ピュアやね。みんな。みんな信じてるね。If Santa Claus come here, what present you want?Cosmetics, cause I like doing makeups like that. わあ。Yeah. 化粧品ってことか。ただ化粧品の選び方全くわからん。Which part of cosmetic? Lipstick, blush, and like eyeshadow, like maybe. Face? Yeah, whole face. Okay, okay. But you already beautiful. Thank you. But you already beautiful. Thank you. I'm handsome.Yes! Wow! Thank you! Even him looks good also. Looks good? Yeah! Wow! Thank you! I'm not Santa Claus! I'm Sampi! Wow! I'm not Santa Claus! 何してんの? Just Santa Claus です! Santa Claus です!できたでコスメ、こんな感じで、多分喜んでくれると思う。そうね、今これ流行りらしい。あ、そうね。うん。だからこれかそれのどっちかがいいらしい。あ、なるほどね。だからこれするか。OK、はい、バイディスマン。バイディスマン。買いましたスマホ。はい、ということでね、今ね、買ってきたプレゼント。で、そこ行ってところにコスメティック欲しいって言ってた。あの子の家があるから、そこに。めちゃくちゃ喜ぶと思うよ。じゃあ早速行くか。行こう。
わーい、わーい、ハッピーメリークリスマス、クリスマス、おゆえん、わー、ハッピーニューイヤーって今聞こえたけど、はい、ギフギフ、おー、テイク、サンタクロースギフ、おー、メリー、コスメティックス、コスメアイス、コスメアイス、え、コスメアイス、Are you happy? Yeah, very very happy. Very very happy. Yeah. Because you believe Santa Claus. Yeah, yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Wow. Thank you. Are you happy? Happy. Wow. Very happy. Very happy. Wow. Can I be her boyfriend? No. それはあかんのかい。やばな。めっちゃくちゃ喜んでくれて、なんかちょっと泣いてたんじゃん。若干ね。なあ、ビビったな。まあでもあれやな、次スマホやからもっと喜んでくれそうな気がする。まああの子十分喜んでくれてたけど。いい企画や。おう、まあサンタ信じた結果やで。信じる者にはね、来るってことよ、サンタが。だみんなも信じてください、サンタクロース。多分来ると思うんで、でもし来やんかったら僕に DM ください。行けたら行きますということで、今からスマホ渡しておこうと思います。ハッピーメリークリスマス。ジングルベル、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベル。I'm Santa Claus. You believe Santa Claus? Wow. 信じる者にはやっぱ救いの手っていうのが差し伸べられる世の中になってるよ。では、I give you present.Please open. Thank you. Thank you. Wow! 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 How do you feel now? So thankful. Eh? Thankful. Thankful って何？ So happy. Wow! So happy って。Yo, you are Santa Claus present for you. Santa is for me. ちゃ喜んでくれてるな。抱きつかれた。オープン。サンタクロースオープン。箱は多分開けたいと思うから、このナイロンだけ開けてして、箱はこの箱で開けてもらった。オープン。おいいな。うわThank you. Yeah. I did not expect this. Oh, really? Yeah. Ah, so that's it, right? You dream? You are on. Yeah, my own phone. Wow. これやっぱ手慣れてないもん。スマホの新品を開ける。確かに。うん。しかも3つついてんねん、カメラ。うまいな。うん。うわ、ついた。おお、すごい。いいね。めっちゃ喜んでくれてるで。とりあえずセットしてもらって、でまあ勉強にも使ってたし、あと先生になりたいって言ってたし、で今自分のスマホも欲しいっていう、まあ、そういう夢も持ってたっていうことで、まあ、夢も叶ったっていうことで最高です。でちょっと泣きそうになってたじゃん。うん、俺も泣きそうになったわ若干ね。うるっときたわ。俺も来たわ。しかも抱きつかれたしな、おとんの横で。で、おとんが彼氏禁止って言ってたぐらいのに、うん、俺に抱きついてきたっていうことやから、もうかなり俺のこと好きやと思う。だから狙いって今やと思うし、もう今夢掴んだ瞬間やから、うん、で、おとんもそこにおるけど、ちょっと聞いてみようと。もしかしたらワンチャンいける可能性もあるから、そうね、ちょっと一回聞いてみよう。 Please be my girlfriend, OK? OK! 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 そうや、マジで。ファザー OK? ファザー、ファザーOK? ええみんや Because of present? はい、ということでね、今ね、プレゼント渡してきたんですけど、マジで感動した。で、見たよね、泣きそうなってたよな。もう、エグかったね。俺もう渡したよね。よし、これす
強すぎてほんまにびっくりした。17歳の女の子にあんな強く抱きしめられる経験とかないし、ないやろ。ないない、犯罪もそやな。でも向こうから来たから今回犯罪じゃないけど、今回フィリピンに一ついいことできたんじゃん。そうやね、うん、人の夢を叶えるというか、人の夢の後押しできたっていう感じの。まあ先生になりたいって言ってたし、ね、授業でもスマホ必要って言ってたし。っていう感じで、まあ、今回幸せな企画ができたと思うんで、ほんまに良かったです。で、まあ、この企画できたのもエクスプレス VPN さんの案件があって、シュやろうっていう、まあ、そんな感じになったんで、もうほんまにエクスプレス VPN さんもありがとうございました。ということで、さっきのスマホをあげた女の子、ガチでこうね、抱きしめられたぬくもりじゃないけど、あれちょっと正直忘れられへんね。人間って抱きしめられるやん、ストレスの3分の1軽減するらしい。そうなん、うん、で俺ね、2分の1軽減したん、うん、あのハグは今後も必要やということで、まあ、あの女の子お父さんが彼氏はダメって言ってたらしいねんけど、それでも俺はあの女の子忘れられへん。でしかもさっき一応聞いた時 OK もらってるから、もう一回再度ほんまに俺のガールフレンドになれるんか、なってくれんのか、あの子とお父の許可最後もらいに行こうと思います。はーい、キャネ、キャネインサイド、オッケー、はい、Are you happy? Yes, very happy. Wow! I need to ask one question. Can you be my girlfriend? Yes. Wow! Oh, yeah. I want to her. No! Can you be my girlfriend? Yes! Please.